目覚めた？おはよう。そんな暴れないでよ。体痛くなっちゃうよ。調子はどうかな？暴れる元気があるってことは、悪くはなさそうだね。ん？どっち？いい？悪い？答えらんないか？そっかそっか。そんな部屋見渡したって、大したもの置いてないんだからやめてよ。君が来る前に、片付けでもちゃんとしておけばよかった。ああ、そうか。状況の説明をしないといけないか。これまで眠ってたんだもんね。うっかりしてたよ。忘れててごめんね。ここは僕の家。そう。君は僕の家に遊びに来たんだよ。ん？なんでそんな首を横に振るのさ。遊びに来たんじゃないの？わからないな。なんでそんなに僕を拒むのか。だって、僕たちは同じ職場で働いてた仲じゃないか。違う？それだけの仲じゃない？ん？でも、君は僕に優しく声をかけてくれた。僕を助けてくれたじゃないか。僕はもう仕事を辞めたし、君しか頼れる人がいないんだよ。だから、ね。一緒にいようよ。さあさあさあ、これね、君がいつも飲んでたミルクティーだよ。ちゃんとストックしておいたんだ。だから、一緒に乾杯しよう。あれ？飲まないの？うん、そっか。せっかく用意したのにもったいないの。じゃあ、また後でにしよっか。あ、ごめんだけど、手は縛らせてもらってるよ。だって、こうでもしないと君帰っちゃうでしょ？あの男のところに。僕は心底驚いたんだよ。君がまさか、あの上司と付き合っていただなんて。ひどいよね。あの上司が僕のことをいじめてたの知ってたんでしょ？それなのにあんな奴と。え？あの人にもいいとこはある。ないよ。奴にいいところなんて。君の前では自分を綺麗に見せてるだけさ。どうせ、君も暴力とか振るわれてるんだろう。ほら、見せてみろよ。ない。どこにもあざがない。傷もない。なんでだよ。僕はあんなに追い詰められたのに。ねえ、悪いこと言わないから、あんな奴と一緒になるのはやめなよ。僕ならもっと優しくできる。こんなひどいことするのに。か。確かに。そうだよな。僕はずっと矛盾した行動ばっか取ってる。
仕方ないんだよ。自分が抑えられないんだ。わかったよ。じゃあ、縛った縄ほどいてあげる。もういいや。このままだと、君のこと潰して殺してしまうかもしれないから。そうだよね。所詮僕の片思いだったんだ。僕は過ちを起こす前に、一人で死ぬことにするよ。なんだい。僕なんかに触らない方がいいよ。簡単に腕を掴んだりしたら、また。捕まえちゃうよ。死ぬのはダメ。なんで、君には関係ないだろう。一瞬なんだよ。あのベランダから飛び降りてしまえば、一瞬でこのぐちゃぐちゃの感情を整理できるんだ。君には迷惑をかけたくない。もういいんだ。君が手に入らない人生なら、もういいんだ。自分から逃げるの？なんだい、それ。逃げてばっかの男に興味はない。精一杯生きてから悩めて。驚いたな。君がそんなに大声出すとこなんて見たことなかったから。逃げてばっかか。確かにそうだね。僕はずっと逃げてばかりの人生を送ってきた。仕事も恋愛も何もかも逃げてばかりだった。そのツケが回ってきてるのかな。わかったよ。もう死んだりしない。君のことを連れ去るようなこともしないさ。悪かったね。突然こんなことをして。早く帰んな。これ以上遅くなったら、いろいろと大変でしょう。ねえ。時間はかかるかもだけど、今度はせいせい堂々、君を迎えに行くよ。次は逃げない。縛ったりもしない。正面から君を抱きしめに行くから。君が息を飲むくらい、いい男になるよ。だから、それまでさよなら。